まこなこです。ダウンロードコンテンツ第3弾、続きやっていきましょう。まずはまたこのアンナのクエストをやっていきましょうか。あら先生、最近どう？儲かってるかしら？ゆっくりお話ししたいところだけど、こう見えて仕事中なの。ごめんなさいね。何か関係する会話するかと思ったけど全くなかったですね。ねえ、お願いを聞いてくれない？さて、これもいつもと同じような内容です。まだアイテム集め終わってないので、このあたりはまた次回。そしてこのシナリオで今イエリッツァのいなくなったというね、そういう話のシナリオなので、これで、ではちょっと場所迷ったか、いや、まっすぐ行けば大丈夫だと思ったけど、ここじゃあない、いや、ここで合ってる、この光ってるところをね、以前ここ早い段階でやってしまったので、なんか一気にね全部飛ばされちゃうんだよね、シューがね。ここイエリッツァの部屋、これで今節のね全部の行動が終了するので、今も最終週なのでここで進めていきましょう。さて2回目の暗黒騎士との戦いやっていきましょう。これは勝てるかな。さあ試合、逸落を。さて一回食らったものの、最後ついてなんとか勝っている。とはいえ別にね、ここで倒さなければいけないというねわけではないので、闇試験パスをもらって、命を削れ、もっとだ。さてフレンが仲間になったので、フレンも服見ていきましょうか。訓練服はどうでもよくて、このメイド服、カラフルは、うん、特段髪の色という感じじゃないですね。少し髪の色が浮いてしまって、なんかね違和感があるけれども、で夏服、そして礼服、この方が、礼服がなんか一番ね、他のキャラクターもそうだけどしっくりくるのかなという気がするけど、だが当然この方向でメイド服でいきましょう。外見拠点用にやっておいて、さてまた新たにこの第8章新規のクエスト、まずはアンナの方もついでにまた見ておきましょうか。やることは多分変わらないと思いますけれども。聞きたね。あら先生、うん、会話内容はやっぱり変わらないですね、以前とは。では新規に受けられるクエスト、この辺り、この人だね。一体どういうクエストか。あなたに依頼があるのですが。舞踏大会に来てください。申し開きはそこで聞きますから。自分が参加するようになってますね。ああ、もしかしたらこれ以降は自分がこの訓練場戦いできるという、そういう流れかな。今までだとクラスの生徒以外はね、出すことできなかったけれども、生徒から挑戦状が来ている。戦っていきましょう。これは何で戦うのか、訓練用の剣。これ第1回戦ということは5つの生徒それと戦うことになるのかな。あ、硬いぞ結構。加減すべきだった。思った以上に強いのかもしれない。さて続いて、何かビームやってきている。だがもう一回切りかかって問題なく、あまりこの姿で戦っているところもねお見せしてないんで、ここはがっつりと全部見ていきましょう。これさっきの生徒じゃないかな。それでも負ける要素はやや回避高いかといったところ、一冊がなければもうどうということはなさそう。賞賛はあったよ。さてこれ準決勝、準々決勝か。これ回復するのを忘れていたんでかなり危なかったけれども、次イングリッドは卑怯じゃないか。それは
しかも相性の悪い槍なので、これ下手すると勝てない可能性があるんじゃない。ちょっと待ってね、ちょっと待ってねって何もできないんだけど。あー 20%、 これ引き分けとかあるの？そんなのあるの？引き分けだと負け扱い？そうなるとこれ身支度で今他のね要素を使ってた、その影響で格闘術、これ剣術に変えるだけでも多分勝てるようになると思うけど。ではイングリッドからやり直しましょう。再び準決勝回復やっておいて、でも命中 60% になっただけなんで、多少向こうの命中も下がってるけど、そこまで有利かと言われると結構微妙なところ。だがそれでも勝算はあったよ。今回は問題なく勝つことができている。最後は誰が出てくるか。これは風紀が乱れてるって話だから、マヌエラか。自らはこの輪に加われないということでね。妨害する側に回ってきた。だが問題なく、いい勝負ができたね。先生も出てくるってことは今後自らも戦いに参加できそうなね雰囲気もあるけどね。せすぞ維持大会、アイテムももらって。見事達成されましたね。先生もあまり油断しないでくださいね。これさっきなんか切り替えるみたいなね画面が出てたんだけど、ちょっとそこ今は出ないか。多分自らがこのキャラクターで受けた時にこの普通の大会に切り替えるという意味だと思ったんだけど、まあ、そんな変化もありつつで。ではせっかくなんでエーデルガルト格闘大会見ていきましょうか。同じくこの姿での戦い見えてるね。何が見えてるかはあえて言わないけれども、さてなんかモコモコした感じだね。なんて言ったらいいか分かんないけど、これ他のキャラクターもやっていけばなんか全部の種類のなんか姿が見れるとかそんなことできそうな気もするけどね。とはいえ格闘得意かとかね、そこら辺の問題も出てくるんで、エーデルガルトだから楽に勝ててるようなところもねあるからね。さてであともう一個前半での追加クエスト発生するそうなので、それは次の第9章で、その後に関してはもう多分次の第2部にならないとイエリッチャのね追加クエスト、仲間によるクエスト、そのあたりまで行かないと変化ないと思うので。だが第2部は自らではまだプレイやったことないんで、第1部後半からはのんびりとまた動画やっていきたいと思います。これで無事メーデルガルトのものも見れてよかったんじゃないでしょうか。これこんな風にやってるとなんか全部のキャラクターで行きたいような気はするけどね。アンナはダメだか、ベルナデッタ、ドロテアも職業を変えれば多分参加できると思う。これも勝てそうな感じだね。まあとはいえ特段大きな変化もないと思うので、もう私は十分ですよね。この舞踏大会だとこのキャラクターの見え方を変えられないので、通常時だと結構向きを変えられるんだけど、そんなわけでこのまま終わらせたいと思います。では続いてペトラ行きましょうか。ブリギットの誇り見せました。続いてドロテア、
綺麗な花にはトゲがあるのよ。では最後フレンを今鍛えてきたのでなんとか勝てると思います。いいね、最後決めてくれたね。ということでこのメンツ一通り見終えたのでこれで終わらせて、まあ、せっかくなんでアンナも格闘どんな感じか見ておきましょうか。あまり見た目のね楽しみはないけれどもかなり強いキャラクターなんでと思ったらあっさりとかわされてる。こっちも決めてくれるね、必殺技で。これ今確かアサシンかな、この洋服は。というように格闘で女性陣が頑張ったというそういうお話です。さて第9章でもまた新たなクエスト発生してますのでこれ行きましょうか。これ今見たところ騎士団が仲間になるかのようなそんな条件ありましたけれども、あなたに依頼があるのですが、礼拝堂に取りに行こうということになっている。で礼拝堂行きましょうか。3つぐらい騎士団が仲間になりそうなので何か特殊なものがあるんであればかなり攻略が楽になると思うけど、もうこれで達成となってます。さてどんな感じの騎士団になってるか実際に使う機会があればね使ってって。見事達成されましたね。これで3つほど加わっています。これ今の段階で見れるかな、騎士団新たに加わったものとかそんな区分けは確かないはずなので、とりあえずこれで見ていきましょうか。あーどれかな、これか、これ3ついっか。まず1つはこれは一流の侍従が入れたお茶を飲む。一旦味方の範囲内の味方の力がプラス4、もう1個はプラス守備力がプラス6、そしてもう1つは一流の従者たちは敵ですら掃除する範囲内の敵にダメージというようなものが加わっています。これステータスマイナス要素がないっていうのが大きいですね。軒並みプラス要素、特にこの救死隊に関しては全てのステータスが何らかのね形で上がってるんで、1ポイントとかね5ポイント10ポイント結構使い勝手は良さそう。ランクは C となってます。では使えるようになった技使ってみましょうか。計略絶対刺繍、後ろ全部メイドになってますね。なんか随分とねこの目の周りが暗くなってるからなんか病んでる人がね応援してるかのようなそんな様子になってるんでね。もう一つこれ男だね。今カスファルがちゃっかりね中に入ってましたけど、で最後これまたしばらくしたら使えるようになると思うんでそこまで待とうかと思います。では使ってみましょうか。最後もう一つ、これは技の方だね。結構威力70、ステータス高いからというのもあると思うんだけれども、戦場大掃除見てみましょう。この一手よ、これも男だね。いや女性キャラも今いたかな、混合みたいな感じになってたように見える。というような3つの騎士団も仲間になるというそんなお話です。以上で
ダウンロードコンテンツ第3弾で追加されたもの、軒並みクエスト、また衣装紹介が終わったかと思います。次回からは普通に赤の学級の洋服に戻して、第1部の後半、そして第2部、イエリッツは仲間になる、そのストーリーを追っていきたいと思います。次回からはゆっくりとやってきますので、このあたりはご了承ください。続き興味ありましたら、ぜひチャンネル登録と、また今回の動画良いと思った方は高評価よろしくお願いします。ではでは。